東工大にします。簡単にされるとできなかった時の打撃が2回戦の手形教えちゃいます。はい、言語。そうで始まりました、もちろんね。さあ今回はですね、はい、2人2回戦いやレベルを下げますじゃん。はい、お願いします。はい、これはやっぱりねレベル高かったんで、もっと一橋なんて一橋はかなり高いと思うので、東工大にします。東工大の方が多分全部簡単だと思います。問題は特にそんなに難しくないと思うので。簡単にされるとできなかった時の打撃が そうだね。はい、これはいけるでしょ。いや、わかんない。もういくでしょ。こっちの方がそんなに難しくないのでスッと溶けちゃって、痛い。さっきの方が嘘だ。印象つかめたんだけど、こっちの方が全然優しい。この2022年は一橋も東工大もどっちも言語だったんですね。まさか動画がほぼ考えてるところはってほぼカットでレベルで言うとさっきが8だとすればこれ5ぐらいなんですけど全然わかんない。そう、マジで。これなんでキャットがなんで出てくるのかわかんない。キャット、ここは別に考えなくても面白いだけで。はい、それができないんですよストイックとか取るの時に前後文で理解してみたいな。あー、なるほどね。できましたか？微妙。微妙。さあ、行きましょう。私はかつて、かつて意思疎通を図るため言語を使ったものだったし、コミュニケーションが不可能な状況では未だにそれを用いている。何ですか、かつてってかつてって何ですか？いや、多分何に引っかかってるかが分かんないんだよね、多分ね。うん、はい、こっちを見ますよ。コミュニケーションが、そう、うん、コミュニケーションが不可能である状況でもコミュニケーションを取るために言語というものを使ってしまうほどに慣れている。あー、ほどに慣れているか。え、なんか、使ってしまうくらい慣れてる、うん、使ってしまうくらい言語というものをコミュニケーションで most important として捉えちゃってるから、コミュニケーションは別にこのジェスチャーでも手話でもさ取れるけど、うん、言語、キャットにトークするときも言語を用いちゃうぐらいコミュニケーション、ここが入ってれば満点ですね。しまうほどに、はい、何に慣れてるんですか。しまうほどに言語を使うことに、そう、慣れているだったら満点ですね、うん、はい、慣れている、セーフ。そうです、セーフ。セーフ。そう、ここの目的がなかったんでね、ああもったいないと思って、そう、あー、しまった、赤入れちった、二人とも赤入れる前に取っとけばよかった。そうです。え、これ私の汚い字も見られるってこと？そう。あ、でもまあ、青大丈夫だよ、森哲さんが一番汚い。汚い、そうそう、ということでいい勝負じゃない、みんな汚さは。あ、でも、いやでも頭のいい人が汚いっていうのは、あ、いや、分かる、よくあるじゃないですか。分かる。あ、本当にバカかってことですか？バカの人も汚いし頭いい人も分かりますよ、綺麗な人、東大の授業をすると思う、はい、それじゃあこんにちは。分からなかったあなたのために、河合塾で東工大の模範解答を作ってた私が教えちゃいます。はい、 Talking to my cat might be like this. I'm so used to using language to communicate that I still use it in circumstances where communication is impossible.というふうになってますが、まず、下線部じゃないところは、ね、私の猫に話しかけるのって、こんな感じよって言ってます。で、どんな感じって言ったら、コロンがあって、コロンは具体例なわけですよ。はい。後ろに具体例が来ます。その具体例がこれ。So, used to using で、はい、ここで be used to ing ですね。何々するのに慣れてるってやつですね。be used to ing なんでね。はい。
だまずここのポイントにちゃんと気づかなきゃいけません。これするのに慣れているよというやつですね。だこれをアメリア・テイラーみたいに used to do ですね、かつて何々しただと勘違いしてはいけません。ちなみにこれの文の前の方にはね、何とかするために使われるっていうね形も登場してました。そうだ、used to って言った場合にこの3つのパターンがあるわけですね。まあもっと複雑なやつはね、総計のクラスとか、なんか国立は4つ目のパターンとかっていうのを教えたりするんですけど、まあそれはどこかで言うてらでもぜひ見てください。で、言語、ああ、ランゴイチです、これ、はい。言語を使うのに、とっても慣れてるよ、コミュニケーションするためにって言ってます。だここでコミュニケート that とかってやっちゃうとおしまいなわけですね。こうすることを伝えるとかって訳しちゃう人も出てきます。そう、これがだから二つ目のポイントです。二つ目のポイントは、so that 構文と言われるですね。とてもなんとかなのでこうってやつね。はい。だこれに気づかなきゃいけない。二つの構文に気づくかどうかっていうのがポイントでした。で、だコミュニケーションのために言語を使うのにすごく慣れているから、使っちゃうよ。何をですか？あ、言語ですね。言語を使っちゃうよ。こういった状況でも、どういった状況って言ったら、コミュニケーションが不可能な状況。where が坂本さん説にかかってますね。where 説です。コミュニケーションが不可能な状況。まあ、猫と喋るなんてできないわけじゃないですか。だから猫にもでも喋りかける人いますよね。おお、どうしたの？みたいにね、言う人いるじゃないですか。そういうことです。だコミュニケーションが不可能な状況でも、それでもやはり言語を使ってしまう。それだ言語を使う、だコミュニケーションのために言語を使うことに慣れているので、だとても慣れているので、コミュニケーションが不可能な状況でも言語を使ってしまうんだよっていうふうに訳してやればいいですね。まあ、そうざと構文、後ろから訳せって教える人もいますけどね。それでも言語を使ってしまうほど慣れているのだっていうふうに、こっちから訳せって教える人もいますが、まあ、自分自身は前から訳す派です、ね。もちろん後ろから訳さないと変だなっていう時になったら、このざっと説から訳しますけど。はい、ということでした。わかりましたか？はい、そうです。Be used to ですから、慣れてるですね。うわー。いや、私もやばいよ。また、これだから英文はって言われる。これだから、ちょっとやめて。これだから英文はこっちにも影響が出るんですけど。はい、そうですね、慣れているってことですね、コミュニケーションするのに。だからこのコミュニケーションが不可能な状況でもその言語を使っちゃう。じゃあそれぐらい言語を使うことに慣れているんだっていうことですね。だから猫って書いてるわけです、うんうん、でそれで分かった。これすんなかったら分からん。あ、いい、そう、猫と喋るってことはそういうことですね、うん、通じるわけないのに言葉を喋ってもやっちゃうっていう、そういう話でした。はい、ということでした。はい、無事アメリカが負けた。無事なのか分からないけど、大方の皆さんの予想通りだったのでしょうか。いやいや、私もボロボロですよ、はい、ということでした。意外とね、やっぱ和訳問題って難しいんだってことです。一つ橋難しすぎません？東工大こういうレベルの戦いになりますので、はい、ぜひ受験される方頑張ってみてください。頑張ってください。はい、戦いましたが、総計 VS 国立の問題でした。まあ確かに、はい、だったと思います。最後賞ありがとうございました。次はもっと頑張ります。えぐいやだやだ、えぐいって